愛犬探検ピカチュー部、今回はピカピカ。あ、ピカチュウ。ピカ。番組にお手紙が届いてるよ。はい、これお手紙。あ、ピカチュウへの応援が書いてあるよ。嬉しいね。あれ、何か気になるのかな。ピカチュウ、これはお手紙って言って、名前と住所、伝えたいことを書いて送ると相手に届くんだ。すごいよね。あ、そうだピカチュウ、今回はお手紙がどうやって届くか郵便のお仕事を調べに行ってみようか。それじゃあ行くぞ。おということで、今日は郵便局にピカチュウが潜入。お手紙が日本中に届く秘密を探ります。そしてピカチュウの出したお手紙はどこに届くのかな。まずはピカチュウと一緒にお手紙を出しに行くことに。おお、ピカチュウノリノリ。あー、郵便ポストにピカチュウとイーブイが乗ってる。ピカピカピカチュウ。こんな郵便ポストがあるんだ、かわいい。ピカチュウ。こんにちは、ピカチュウ。こんにちは。どうピカチュウ、このポストかわいいでしょ。ピカ。これは日本に一つ、ここにしかないんだよ。珍しいポストなんだね。他にも香川県高松市にはヤドンのポストもあって、みんなに愛されてるんだ。へえ、すごいね。それじゃあピカチュウ、ポストにお手紙を投函してみようか。ピカチュウ。投函とはポストにお手紙を入れること。でも気をつけることがあるんだって。入れるところが大きいお手紙用と小さいお手紙用に分かれてるから、ピカチュウはこっちに入れてね。ピカ。よしと。小さいお手紙用に、あれ届かない。ピカチュウ、それじゃあ代わりに入れてあげるね。ピカ。無事お手紙を出せてよかったね、ピカチュウ。ピカチュウ。でも一体どこにお手紙を出したんだろう。ピ。あれ、あれあれ、お姉さん何してるの。あ、お手紙を取り出しに来たんだ。やあピカチュウ、こんにちは。ピカ。こんにちは。出してくれた郵便は私たちがしっかり届けるからね。ピカ。いや、楽しみだねピカチュウ。それじゃあピカチュウ、ピカ、この後ポストに投函したお手紙がどうなるか一緒に追いかけてみようか。ピカ。行くぞ。おお。よし、お手紙を追いかけてみよう。やってきたのは大きい建物だけど、ここはピカチュウ、ここは横浜港郵便局って言うんだよ。みんなが出したお手紙は一度こうした町の大きな郵便局に集められるんだ。ピカ。じゃあ中に入ってみよう。ピカチュウ。よし、行こう。わあ、ポスクマ来てたんだね。ピカチュウ、日本郵便のキャラクターポスクマだよ。ピカ、ピカチュウ。ところでピカチュウ、ピカ、お手紙を届けるためには大事なことが3つあるんだ。知っているかな。3つ、なんだろう。1つ目は住所。お手紙をどこに届けるかわからないと困っちゃうよね。ピカ。2つ目は切手。お手紙はいろいろな乗り物に乗って運ばれていくんだけど、その乗車地みたいなものなんだ。ピカピカ。切手にはいろいろなデザインや種類があるんだ。ほら、こんな切手もピカチュウの切手だよ。ピカ。ピカチュウの切手の他にヤドンやカビゴンもいるね。切手はデザインが変わるから、人気の切手はすぐに売り切れてしまうんだよ。もちろんピカチュウの切手も大人気だったよ。よかったねピカチュウ。続いてピカチュウ、大事なもの3つ目は郵便番号。ピカ。
7つの数字なんだけれど、これで日本のどこにお手紙を届けるのか決まっているんだ。ピカ、どういうことなんだろうね、ピカチュウ。じゃあ次はこの番号を使ってどうやってお手紙が届くのか見てみようか。ピカ、いくぞ。おー、ピカピカチュウ。さてさて、次はどこへ行くんだろう。ピカチュウ、こっちこっち。ピカピカ、急げ急げ。一体ここは何？いろんな機械があるけど何をするんだろう。ピカチュウ、ここはお手紙を届けるために仕分けをするところなんだ。仕分け？ほらピカチュウ、さっきポストから出したお手紙がやってきたよ。行ってみよう。ピカチュウ、お手紙を分けているみたいだけど、これは何をしているんだろう。ピカチュウ、これはお手紙を行き先や重さ、形で分けているんだよ。へー。例えばここから近いところのお手紙はここで仕分けをしてすぐに配達できるようにしておくんだ。そして遠いところのお手紙はもっと大きな郵便局に送るんだよ。他にも手紙は重さや大きさ、形で貼らなければいけない切手の金額が変わったりするから、それを確認するんだ。ピカピカ。慣れた郵便局員は手に持っただけで重さや大きさの違いを見抜くんだよ。ピカピカ。こうして仕分けたお手紙にこの切手を使って運びますよってことで消印を押すんだ。消印とは切手の上に押してある印のこと。お、今から押すみたいだね。あ、手で押していくんだね。消印はいろいろあってピカチュウの消印もあるんだよ。お手紙を出すのが楽しくなりそうだね。昔は全部こういうふうに手作業だったんだけれど、最近は消印を押す機械もあるんだ。なんと1秒間に 7.5 枚のお手紙に消印を押せるんだよ。そんなに早いの？ピカチュウ、ピカチュウの出したお手紙入れておこうね。ピカ、ピカチュウ、ちゃんと分かるようにこのケースにシールを貼っておこうね。ピカ。お、これでピカチュウの出したお手紙が入ったケースが分かりやすくなったね。あ、ピカチュウの出したお手紙が別の郵便局に運ばれていくよ。追いかけてみよう。よし行け。続いて向かったのは、ピカピカ。ピカチュウ、ここがお手紙が運ばれていったところだよ。うわ、すごく大きな建物だね。ここは川崎東郵便局っていって神奈川県で一番大きな郵便局なんだ。ピカピカピカ。あ、トラックだ。え、トラックたくさんある。みんなのお手紙や荷物を運んでいるみたい。お、ピカチュウのところにもトラックが到着。ピカ。あ、ピカチュウ、ピカチュウのお手紙が入ったケースが運ばれてきたよ。ピカ。よし、一緒に追いかけよう。ピカピカ。うおー、すごく広いところに来た。あれ、ピカチュウ、どこ行くの？戻っておいで。ちょっとピカチュウ、遊んでないで。楽しそうだな、ピカチュウ。ピカチュウ、こんにちは。ピカ、こんにちは。ピカチュウ、川崎東郵便局へようこそ。ここすごく広いでしょう。ここにはたくさんのお手紙が集まるから東京ドームより大きく作られているんだ。そんなに広いんだ。ピカチュウ、ここではいろいろなところに行くお手紙を分けているんだよ。ピカチュウ、ピカチュウはお手紙などの郵便物が1日にどれぐらい届けられているか知っているかな。どれぐらいなんだろう。だいたい1日6000万通、1年間に約200億通が届けられているんだ。そんなにたくさん運ばれているんだ。
だから今郵便はいろいろなことが自動化されているんだ。お、あれは。ほら、ピカチュウ。ピカチュウのお手紙が入ったケースが運ばれてきたよ。一体お手紙どこに行くんだろうね。一体何が始まるんだ。ピカチュウ。うわー、お手紙がどんどん吸い込まれていく。すごい速さでお手紙が流れているね。あそこに郵便物を入れると1秒間に11通のお手紙を日本全国400カ所の行き先ごとに分けてくれるんだ。すごいね。どうしてそんなことができるんだろう。この機械は郵便番号を読み込んでバーコードにしてつけて、そのバーコードごとに郵便物を分けているんだ。なるほど、こういう機械があるから郵便番号は大切なんだね。ほら、この手紙何もないでしょ。うん、何も変わったところはないね。でもこの光を当てると、あ、バーコードが浮かんできた。なんで？何もなかったよね。これが付けられたバーコードなんだ。特殊な光でしか見ることができないんだよ。すごいね。あ、消えた。出てきた。消えたり出てきたり面白いね。宛先ごとに分けたお手紙をピカチュウシールのついたケースに入れているね。ピカチュウのお手紙が入ったケースがまた動き出したよ。追いかけてみよう。おあ、ピカチュウやってきたよ。トラックに積まれていくね。お手紙をもらう人は喜んでくれるといいね。楽しみだね。ピカチュウ。そろそろ出発するみたいだよ。ピカピカ。ピカピカ。運転手さん、よろしくお願いします。ピカチュウの気持ちを込めたお手紙は車に乗せられて遠くの町まで大切に運ばれていきます。そんな郵便を届ける人たちの力を借りて、一通一通のお手紙はみんなのもとに届いているんだね。あれ、あそこにいるのはヤドンだ。お手紙の相手はヤドンだったんだね。あ、配達員さんが到着したみたいだよ。ヤドン、お手紙だよ。はい、ヤドン。ヤドン、よかったね。お手紙ありがとうございました。気持ちのこもったお手紙って嬉しいね。ピカチュウ、ヤドンも喜んでいるみたい。無事にお手紙が届いてよかったね。ピカチュウ、郵便のお仕事どうだった？楽しかったよね、ピカチュウ。僕たちはね、お手紙にはみんなの大切な思いが詰められていると思ってるんだよ。だから僕たちは思いを届ける郵便のお仕事に誇りを持ってるんだ。お手紙をもらうととっても嬉しい気持ちになるから、みんなも大切な人にお手紙を出してみてね。それじゃあピカチュウ、お疲れ様でした。これからもお仕事体験頑張ってね。バイバイ、まったね。日本郵便の皆様、ありがとうございました。初めてピカチューブ見つけて
が十分。憧れの仕事を覗いちゃおう。さあ今日も世界中を走り、はしゃぎ、明日